はいどうも、今回はアテネの立ち回りの強化のために、サイコリクリフレクターの性能を調べてみました。まず、飛び道具を跳ね返す性能は多分みんな知ってると思うんで、それはとりあえず置いといて、これ実は対空になるんですね。特に中ジャンプ、こういう一番この辺の距離からよくある中ジャンプに対して、対空になって、しかも結構判定が強くて、置いておけばそこそこ以上には強いんですね。これ一方的に勝ったりするんで。あとはですね、やっちゃった。これ突進技、普通の突進技に対してもこれ一方的に勝てるんですね。あ、今負けましたけど、まあ、あらかじめ置いておけば勝てます。飛び込みにも勝って、突進技にも勝って、でしかも普通の牽制技にも勝てます。このようにに勝てるので、今負けましたけど、まあ、微妙なところで、あるか、勝てる、まあ、あらかじめ置いておけば勝てるので、まあ、特殊な場合以外はですね、勝てます。まあ、特殊な場合って、例えば、竜炎武、前の竜炎武の、弱竜炎武なんかには、実は一方的に負けるんですが、まあ、特に、まあ、そういう場合もあるので、主に、用途としては、先読み対空ですね。置き対空としての価値が、の使い方がありますね、このサイコリフレクター。しかも、置き対空してるときに、飛び道具を打ってきたときとかは、普通に金返せますし、まあ、そういう意味でも、相手の、ぶっ放し気味の中ジャンプを未然に防ぐ効果があると考えていいですよね、これは。で、この弱みはと言いますと、リーチがないっていうところもあって、こういうふうに、まあ、沖で出していると、反撃を食らう可能性が高いんですね、読まれていると。狙われていると、反撃をもらう可能性が高いです。まあそこでまあどういうふうな過激になるかというと、それを意識させて相手が様子見するようになったら、他の選択肢を通していくっていう形にするといいと思います。例えば前 B とか、この辺の距離から前 B とかダッシュでしゃがみ C を当てに行ったりっていう差し込み、こういう差し込みですねをしに行ったりとか、それでそれが防がれるになってきたら、サイコボールとかですね、まあ、差し込みにはこういうのもありますが、まあ、そんな感じで駆け引きしていくのかなと思います。あと、そうですね、まあ、そんなところですね。まあ、アテナの場合、上に強い、牽制技がないので、なかなか、まあ、そこを補うためにこのサイコリフレクターが重要なんじゃないかなっては思います。こういうのもありますけど、結構ジャンプがふわっとしていて、これもう膨大な隙があるっていうか、出しにくいので、なかなかジャンプがふわっとしていて、なんで、まあ、こういうのを混ぜて意識させて、おとなしくなったらこういうのを通していけるといいと思います、という話でした。ご視聴ありがとうございました。